第68回秋季検定新居浜移動展が13日から24日まで赤金ミュージアム2階の新居浜市美術館で開かれています。13日から赤金ミュージアム2階で行われている秋季検定新居浜移動展、今年で68回目の開催となります。秋季検定は愛媛県美術会の主催で行われていて、新居浜移動展では新居浜市西条市出身を中心とした出展者の作品が並んでいます。今回は8分野の芸術作品が並んでおり、日本画14点、洋画76点、書道55点、写真6点、工芸14点、彫刻2点、版画3点、デザイン2点、合わせて172点が展示されています。入場料は250円、高校生以下と70歳以上、障害手帳をお持ちの方は無料です。第68回秋季検定新居浜移動展は赤金ミュージアム2階新居浜市美術館で24日までの間、午前9時30分から午後5時まで開催されています。なお最終日は午後3時までとなります。